こんにちは、ポップグランピーの小井戸です。ようやくここ数日春めいてきたというか、桜も待ちわびていた桜もようやく開花、そして満開という感じで、いい季節がやってきましたね。お店からも実は今こう大きい窓が入り口にあるんですけど、こっちから見えるこうビルとビルの間に毎年こう桜がこう見える、このわずかなビルの隙間に見える桜があって、そこが今年も綺麗に咲いていて、いい季節がやってきたなと思っている、そんなこの頃です。前回の動画ではパウダーペイントのモスグリーンで、お色とかカスタムの紹介をしていきました。で、今回も、そんな感じでカスタムとかペイントのお色の紹介をしていこうと思います。ポップグランピーではパウダーじゃなくて、オーダーペイント2種類ありまして、ウェットペイント、パウダーペイントの2種類があります。ちょっと簡単に説明しますと、ウェットペイントの方はこんな感じ、色の種類がとにかく豊富で、塗り分けとかもできるような、結構繊細な感じもできる塗装です。で、パウダーペイントの方はよいしょ、こんな感じ、スタッフが選んだ12色の中から選んでいただく塗装になります。ただ結構頑丈さが特徴の塗料なので、金額的にも1万円で、割と頑丈めになるので、おすすめかなと思っています。で、そんなペイント、ちょっとショート動画の方にも動画をアップしたんですけど、結構手作業のところが多くて、ペインターの竹の下さんが、剥離からこう磨いたりとか塗装したりとか、ほぼ一人で手作業でやってくれている、そんなポップグランピーのオーダーペイントです。もう気になる方ぜひショート動画見てみてください。はい。で、そんなペイントについて今日は紹介していきます。まずお色はですね、さっき見ていただいたこの中から選んでいただきますって言った、パウダーペイントのミルキーホワイトというカラーになります。結構こう白っぽいけど真っ白すぎない、なんか練乳ぐらいの感じの色で、もともとアイボリーと悩まれてたんですけど、もっと白っぽい感じの方がいいかな、こう全体的にこう白くしたいということで、ミルキーホワイトを選んでいただきました。アイボリーと並べるとですね、こんな感じです。わかりますかね、こっちが標準カラーのアイボリーで、こっちがミルキーホワイトで、この結構白いアイボリーの、標準のアイボリーよりは白い、でも真っ白と比べるとやっぱりそう、紙との上に乗せたりするとちょっと、練乳がかった感じの柔らかい白です。私もすごく好きですね。はい。で、そんな、パウダーペイントの、ミルキーホワイト、ベースは東京バイクモノです。はい。で、今回はもうとにかく真っ白だけど真っ白じゃない、こう全体的にトーンを統一しようということで、タイヤとかも、オフホワイトにしています。このオフホワイトもやっぱり真っ白のホワイトタイヤと比べると気持ちクリームっぽいけど、他のキャメルアイボリーとかみたいな、がっつりベージュっぽい感じじゃなくて、白なんだけど真っ白じゃないぐらいのちょうどいい感じの色になってます。はい。そんなオフホワイトタイヤ前後ですね。なので、モノが 58,300 円、パウダーペイントが1万円、タイヤが前後で 8,140 円とかです。はい。そして、ブルックスのカンビウムのサドルをつけてます。せっかくなので、かっこよく素敵にしましょう。こう全体かなりいい感じになってるので、せっかくなのでブルックスつけちゃいましょうということで、カンビウムのナチュラルつけてます。カンビウムサドル、私も昔使ってました。高価天然ゴムをベースにしてるので、こうハンモック効果ですごく乗りやすいので、初めてでも使いやすかったかなと思います。乗り心地も優しいし、で、レザーサドルとは違ってメンテフリーなので、その辺もすごく使いやすいポイントかなと思います。で、カンビウムもこうベージュすぎず白すぎず、なんかちょうどいい感じでこうナチュラルにまとめてくれるお色ですね。はい。そしてグリップも、昔は私も使ってたスレンダーレザーグリップ、ブルックスののタイプの中がカンビウムがあったんですけど、今なくなって、こういうタイプの
カンビウムのグリップも出てるんですけど、それよりもなんかこれだとちょっとこうベージュっぽい色が入っちゃうので、これはすごい私も好きなんですけど、今回はもう全部トーン合わせたいなということで、スレンダーレーザーグリップの中身を一旦外し、カンビウムに近い色のバーテープを巻いています。そんな感じの、こともできますので、あ、ちょっとすいません電話が鳴っちゃいましたが、そんな感じにしています。はい、まあ中のバーテープというかレザーも巻き直しは何度もできるので、今度はレザーにしたいなっていうことになれば、またこうレザーのブラウンとかつけて、雰囲気も変えて楽しむこともできるかなと思います。なのでカンビウムが 27,940円 と、グリップの方が 15,950円 と、あとバーテープですね、はい、という感じで、やっています。はい、あとは、ライト、こうコンパクトなアイライトつけてます。はい、そんな感じですね。ということで全体でだいたい12万円ぐらいになっています。でポップグランピーではおなじみ、無金利のローンも使うことができます。無金利ローンは盗難保証も1年間ついてくるので、結構最近は、お支払い的には一括がいいとか、なるべく少ない回数がいいんだけど盗難保証がついてたらいいなということで、ローンを選んでいただく方も増えてきたかなと思います。はい、ローンの方を使っていただくと無金利ただただ割り算で、24回まで好きな回数を選んでいただけます。で月々の、金額は3000円以上というのが決まっています。なので、6回半年で割ると2万円ずつ、12回1年間だと1万円ずつ、24回、2年間だと5000円ずつと、大体そんな感じになります。まあ、好きな回数選んでいただけるので、この何年後というか、まあ2年マックスだけど、来年の秋には終えたいなとか、そんな感じで、その月めがけてこう割っていくみたいなこともできるかなと思います。はい、そんな感じでした。めちゃくちゃ可愛く仕上がってます。私もこのオールオフホワイト系のカスタムはすごく好きなので、あのサドル変えたりタイヤ変えたりしながら楽しいな、可愛いなと思いながら見てました。はい、またあのペイントをしたいなと思っている方の参考になれば嬉しいです。はい、では今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。